瞬怖え。というわけで今日はね、笠岡にやってきました。この辺りね、昔からあるエリアなんですけども、何度かね来たことあります。かなり古い家がたくさん並んでます。昔この辺で遊郭があったりとか、結構栄えていた場所なんですけど、神社こんな感じであります。1度か2度ぐらい来たことあるんですけど、2月11日、今日はね、この先にちょっと気になるね神社があるので行ってみます。こっちが笠岡駅に行く方向なんですけど、ちょっとこっち側かな。路地裏に入っていくんですけど、大丈夫かな。あれかな、なんか小高い山の上になんか見て、裏手ですね。ちょっと拝んでおきましょう。Google マップではね、載ってるんですけど、稲荷神社みたいな感じで書いてます。
供え物があるので人は来ると思うんですけど、すごいですね、立派なこの柱というか木なんですけど、まあ、そこにあの、まあ、電気というかあの照明のねそういう線がついてます。よく昔の家でね見たりするんですけど、昔のやつは明治とかそういうくらいですかね。どうもなんかあります。農園がちょっとありますね。農園というか畑というか、あ、昔は海だったんでしょうねこの辺。裏から来てしまったんですけど、なんか学校があります。プール、よくねこれ中見てみると、ちょっと失礼します。この上が抜け落ちてます。で中ももうすごいことになってます。まあこの外側から見たらあんましね、まあ、どうなってるか分かんないですけど、この上を見るとだいぶ穴開いてます。で、まあ、近づいたらちょっと危なそうなね感じだったりするんですけど、そういう警告もねなかったりしてます。になった神社でした。今日は裏から行ったんですけど、表からも行くことができるのでぜひ行ってみてください。まあ今このね真っ赤な鳥居があるんですけど、まあ基本的にはここで皆さん参拝されてるような感じだと思います。でもかなり歴史のね長い神社なのかなと思います。昔はこういうとこにも建物があったのかなっていうぐらいな広さだったりしてます。もう本当に笠岡の中心部なんで、結構いろんな人が訪れていたのかもしれないです。グッドボタン、悪いと思ってもグッドボタン、チャンネル登録もよろしく。
ピチューブ、インスタグラム始めました。お得な情報、プレゼント企画はこちらから。フォローよろしくお願いします。